ボンドカーの代表格であるアストン・マーティン・ディービー後、ボンドカーとは、映画、007シリーズに登場して、主に主人公のジェームズ・ボンドが運転する自動車を指す。旧役のデスモンド・リューエリーンシリーズ第3作、ゴールド・フィンガーで、ミロクの秘密兵器開発主任である、旧により開発された、いろいろな秘密兵器が搭載された車が初登場し、以降の作品の目玉となった。 作品によって、車種も搭載された秘密兵器も異なるが、防弾ガラス、機関銃、小型ミサイルセリ出し式の装甲板などを装備したものもあった。さらには、助手席のシートが飛び出たり、円幕を発射したり、潜水艦に変身したり、見るものを楽しませた。また、ほとんどのバーイボンドガールが、助手席に座っていることが多いのだが、 最近ではボンドが単独で運転していることも増えてきた。ほとんどの場合、壁に突っ込むビルから転落、チェーン層でま、ぶたつになるなどして大破するが、それはボンドが本来ベントレーが好きで、ミロクに押し付けられた他社製の車が気に入らないためだという説がある。しかし、後年の作品では、アストン・マーティン DB5 がボンドのプライベートカーとして登場する。 注目度が高いために、1970年代以降は、高額な契約金をもとにタイアップ契約をした、契約先の売り出し中の車種を使用する例も多い。2006年頃には、アストン・マーティンの親会社であるアメリカのフォード社と契約していることもあり、作品内に登場する車は、ボンドカー以外も、フォードやジャガー、ランドローバーや、デームラーなど、 当時フォードグループ参加にあった車がほとんどであった。2000GT ボンドカーアストンマーティン V8 ボランテ、アストンマーティン DB10、ランドローバーレンジローバースポーツ SVR、アストンマーティン DB5。ありがとうございます。